はい、プライムです。前回ですね、あ、やべごめん、いきなりすごいさらっと落ちちゃったんだけども、前回ね、このね、今叫んでるローズがね、急なタイミングでセーブを要求してきたりとか、バンプがね、水の上を走ったり、いろんなことがありましたが、続きをやっていきます。こっち行けない。あそこにレーションがある。これはエルードはできないんだ。エルードピョンとかいけない。何があったんだ、ライデン。いや、ライデン、すいません、なんかちょっと魔が差して、ここをあれか、こうして、でこうしていくんだってやって、あの下で降りると。真上からの絵が欲しいな。この辺でいけるかな。 OK。 でこっちにね、アイテムがあったな。あ、これもレーションか、助かる。怖い、さっきさらっと落ちたから、なんかこれもさらっと落ちるようで怖い。よし。で、こっちは行けない。行けないね。こっち行ける。お、燃えた。危ない。走って、走って、走って、走って。オッケー。敵はいないね。あ、やべ、戻っちゃった。ここら辺、ここら辺で、あ、これで見れるわ。ここがベストですね。降りましたと。あれ、あ、敵。ひどい有様だな。早く状況を確認しよう。眠らせるか、あっちなんだよな。一応見つかった？見つかったね。逃げろ、逃げろだいぶギリギリの状況で逃げています。ここはエルード、エルードかっこぶら下がり。あ、追加の敵が来ないですね。ちょっとこのまま行っちゃいます。外周、よし。危ない。おーし、よしよしよし、ふう、ノーミスだ。で、小窓がないので、あ、障害物ある。しゃがんで、これ落ちてるよね。重心どうなってんのっていうね。こういうちょっとした時にライデンの髪がどっか引っかかったりそうだよね。漏れる。どこにいんだ？見てないよな。あ、そこか。え？エルードでかわすんだろうけど、これ通ったらどうなんだろう。通れんのかな。通れるんかいこれしかもちゃんと当たってる時にね、振動するわ、あのコントローラーがあ、特にこれ何、見つかったりとかダメージとかもなく、ただただかかるっていうだけの要素なんだ。へえ、面白い。滝行みたいなね。はい、すいません、行きまーす。めっちゃいるじゃん。4匹いる。え？ちょっと当たんないし。なんだ？なんだ？そっちか。そう。
またが。お前どっから出た。くそ。結構ここにいたらバレ、あ、バレるんかい。あれなんで当たんないの。おっ、当たった。そしてまたお前か。いらっしゃい、いつもご苦労さん。あと追加出てこないのかな。ちょっと待って、ごめんごめんよ、なんか、えい、なんかいけそうだ。なんか飛んでる音するな。多分こっちにいるんだろうな、おそらく。これなんかサーモグラフィーとかで見たらいいのかな。わからんな、これじゃ。しかも生きてないか。降りちゃえ。オッケー。お、武器。割とね、最初に比べて敵の数が少ない感じしますね。あ、レーション4個あるわ。大丈夫。他に敵はいなそう。お、アイテムもある。あ、ここ壊れてんだね。まあ、壊れてて、多分あんだけいたから、こっちに行くんでしょう。そい！危なっ！で、こっちはエルードだね。もうだんだん慣れてきたよ。もう結構結構進んできて、だんだん慣れてきたよっていうのも違うかもしんないけど、だんだん慣れてきたよ。こっちは開いてんのかな。こっちか。お、入れる。空気清浄室。いや、いいね、順調ですね。やつが、スネークが現れた。シェルワンだ。あの男は親父の仇。冷静になれ、オルガ。あ、これか。計画は変更できん。そうね、いい、これ。あんたの命令には従わない。音量が安定しないんで。親父が眠る同じ海底に沈めてやる。待て。あれの起動が先だ。皆さん、この字幕をなんとかね見て、お通りなんか何言ってるか理解してください。オセロットはどこに。こちらにはいない。動くんだもん。ここ信用できない。何を言う。こういう頑張り欲しいよね。やつは同志ではないわ。親父を見殺しにした男。オルガ、その話は後だ。これからあれの最終準備に入る。わかった。私もそっちに戻る。シェルワンとの上部連絡通路は使えない。ヘリはカモフは使えない。エル客から海面のオイルフェンスを通れ。うちの兵士たちにも撤退の連絡を。まだだ。彼らの収容は最後。まだ侵入者が片付いていない。こういうガンマイク持ってたら、こう、もう一人の何メートルまで声聞こえるのかみたいな、やってみたいな。再確認まであと1時間。それまで大統領には生きていてもらわねばならん。大丈夫、中には誰も入れない。さあ、高圧電流を起動して。わかった。ソリダス直々に電流のスイッチ入れてくれるんだ。中からあの装置を破壊しない限り扉が開くことはない。すごい丁寧にご説明を。それでは壊せないわ。わかった。早く戻ってこい。わかんないよ。バギーってやるかもしんないよ。なんだ。すべてが終わったら私たちは国に帰る。そのための資金、半分もらうわ。もういいだろう。約束だからな。これからは自分たちのために生きる。この国に残りたい者がいれば、面倒を見てくれるわよね。ああ、案ずるな。ゴルルコビッチ大佐の部隊は有能だからな。もうみんな自由になってもいい頃。ロ
シアの再建はいいのか。親父は死んだ。世の中も変わった。好きなようにし。最後にいい？もう一度言うわ。私たちを裏切らないこと覚えといて。お互い様だ。大佐。大統領が軟禁されている部屋に到着した。そこは大丈夫か。浸水はしていないが扉には近づけない。高圧電流が流されている。なるほど。上は歩くな。黒焦げになるぞ。どうすればいい？シャドウモセス事件を思い出せ。あの事件の VR 訓練をな。電源パネルを破壊する。そうだ。しかし、あ、入れそうもない。通気ダクトがあるだろう。あ、ダクトのあの1でも2機板ミサイル、リモコンミサイルか。リモコンミサイルならダクトを使ってやったよね。それで室内の電源パネルを破壊すればいいんだな。そうだ。ただし大統領には当てるなよ。大統領に当てるなよ。絶対に当てるなよ。周波数が分かれば呼びかけることもできるが。いや、こちらからも何度かコールしているが通じない。そこの壁は通信を妨害する素材でできているようだ。なるほど。エイムズが反応を見失ったのはそのためか。だがノードに接続すれば彼の位置は確認できるはずだ。分かった。まずはリモコンミサイルを探せ。了解。一応M9 に変えて、でこっちは入ってきたのがこっちだね。でこっちがね、かの有名な高圧電流。僕が前回っていうか1をやった時にね、まんまと引っかかった高圧電流さんですね。敵はいないかな。いなそうに聞いた。多分これがそのなんていうの、ダクトですね。リモコンミサイルを使って通る。多分ね、編集段階だと少しね、いつも画面明るくしてるんで、あ、ガンマイク、画面明るくするんでちょっと若干見やすくなると思うんですけど、こうやってやってるとね、すごいね、ちょっと暗いんだよね。これ最初から変えられんのかな。ちょっと多分タイトル画面じゃないとできないのかな。ちょっと後回しに、あ、ノードだ。ノードないとね、ちょっとやっぱ動きづらいよね。簡単に見つかっちゃうし。よいしょ。あ、今ので変えられる、もしかして。まあいっか。次どっかノードあったらそれでやります。ベータがありますね。やべ。よし。B1。第1ろ過室。第2とかあんのかな。まあそうか。元の環境汚染の、なんたら、環境汚染されちゃったのをなんか、ろ過する的な施設だもんね、ここは。これさ、画面の明るさ、なさそうですね。まあ、いっか。よし。なんだろう、この青いやつ。めっちゃ浸水してますやんかって、勝手に進むやんか。水の中を、泳いでいけと。ありましたよ。うい、いけない。潜れと。はい。大佐、B1 は完全に浸水しているようだ。泳いで進むしかないな。泳ぎなら大丈夫だ。パンチボタンを押すと水をかいてぜ。前聞いたぞ、それは。O2 ゲージに気にしながら。あ、あれか。この青いところは酸素補給ポイントっぽいな。OK。まっすぐ行ってみようじゃない？ん？何もないね。
多分この地図見る限りでもドアは入れないっぽいから、ここ左か、左で、あ、こっちもある、なんか、よいしょよいしょ、なんかアイテムある？ NVG てかやべえ、酸素がやべえ、左にある、左にある、間に合ってー、よしシーマー息苦しそうだったね、ごめんよライデン。一旦まっすぐ、すぐ酸素がね、ふう、はい、こっちもなんもないんで、やっぱこっちか、あ、なんかボムっぽいのあるよ、怖い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 、お、ニキータ、これがリモコンミサイルですね。リモコンミサイルを手に入れたらシェル2中央棟の1階に向かえ、電源パネルを破壊して大統領と接触するんだ、各発射コードの再確認がなされる前にな、急げ。了解。というわけで、いろいろ行きたいところはあるけど、一旦戻るか、戻ります。ふう。だけどニキータを手に入れたので、さっきのところにね戻るよ。キックがかっこいいね。ほら、これ2回蹴ってる、これ2回蹴ってるね。俺もこんなキックができるようになりたいね、幅広く、いざ敵に見つかった時も。こっちは関係ないか、なんかアイテムあんだよな。ちょっと一旦こっちでやってみよう。ニキータ、はい、高さが、あ、これならいいのかな、この速くなるんだよ、おい、すごい迷路みたいになってる、おいおいおい、動かしてればダッシュしてしないね。なんかアイテムある、お、来た、ちょちょちょ、邪魔で邪魔、おい、届かなかった。結構今順調に、ああれか、あの速いのうまく使わなきゃいけないか、じゃあちょっと待ってね、おい、この、ここは早く。で、何をするつもりだ。行け。よし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 、行った。これで、高圧電流が消えたので、お、なんかアイテムある。あ、あれか。ニキータ、さっき取れなかったもんね。で、武器を一旦これにして、行きます。ジョンソン大統領。やはり来たか。なぜ俺を？その装備はスカルスーツ。まだ実戦には投入していない最新式のものだ。怪我は？変わったやつだな。これから殺す相手の体をなぜ気遣う？裏切り者を始末しに来たんだろう。何をするんです？男か。ではお前は一体何者だ？ホックスハウンド。ホックスハウンド。そうか。そういうことか。なるほど。体内通信に切り替えよう。聞かれるとまずい。わかりました。聞こえますか？おう。大統領、テロリストたちは各発射のコード入力を終了したと。そうだ。私が自分で入力した。やはりあなたは奴らと。
2時間前まではな。今はバイタル ID の再確認が終わるまで生かされているだけの身だ。裏切られた？いや、私は継承を望み、彼らは破壊を欲した。なぜテロ？権力に加わるためだ。あなたが権力でしょ。私は戸様だよ。私に実権はないのだ。本当の権力は愛国者たちのもとにある。愛国者たち？この国の真実だよ。知らないのは当然だ。彼らの存在を知っているのはコードワードクリアランスを持つ者の中でもごく少数に限られる。政治、軍事、経済、この国のあらゆる決定は彼らが下している。無論大統領の選定も含めて、彼らこそ我が国を真に支配する者たちだ。そんな信じられないのも無理はない。だが事実なのだ。宇宙防衛の重視、所得税率の引き下げ、NMD の推進、私が行ったとされている全ての政策は彼らの指示によるものだった。宇宙防衛は議会から？それも愛国者たちの演出だよ。議会はただの演芸場だ。民主主義など教科書のページを埋めるためのお題目でしかない。それとも君は民意が社会に反映されるのを見たことでもあるのか？いや。全ては愛国者たちの利害と思惑に基づいている。それを見栄えのいい建前で取り繕ったショーのことを君たちは政治と呼んでいるんだ。そんな目で見るな。精神鑑定なら受けているよ。いや、そういう意味では。愛国者たち、私にも彼らの正体はわからん。おそらくは財界や政界、軍のトップの連合体だが、誰が愛国者たちなのかはわからない。全てはカットアウトを通じて指令される。私が知らされているのは12人の老人たちによる最高意思決定機関賢人会議が全てを決めているということだけだ。あなたやホワイトハウスは？彼らのお気に入りのポーン、ただそれだけだ。彼らに従ったおかげで単なる田舎議員の息子が合衆国大統領になることができた。無論それなりの代償は払わされたがな。代償？だがどこまで行ってもポーンはあくまでポーンに過ぎない。私にはそれが耐えられなかった。自分自身のものを残したかった。しかしそれすらも。君にもいずれわかる。私の望みは愛国者たちの一員となること、彼らの支配構造に加わることだった。使い捨てのポーンとしてではなく。それがテロを起こした理由？そうだ。新型メタルギアもあくまで取引材料として使うつもりだった。だったとは？私は見くびっていた。ソリダスは本気で彼らに戦いを挑もうとしている。奴は世界を壊すつもりだ。どういうことです？君が信じようと信じまいと、世界の均衡を保っているのは愛国者たちなのだよ。この国に渦巻く利害を調整し、結果を分かりやすい物語にして大衆に提供する。その機能が停止すれば、いや、その存在が公になっただけでどうなる？巨大な政治的真空が生まれる。その空位を貪欲な豚どもが見逃すはずがない。すぐさま共食いが始まるだろう。世界中であらゆるタガが外れる。紛争、内戦、恐慌、誰も制御することはできない。彼らは戦ってはいけない相手なのだ。世界を混乱させるのはあなたの本意ではないと。そうだ。私には破滅を望むことができなかった。だが奴は言ったよ。それが私の限界だとな。ソリダスとは一体何者なんです？私の前任者はジョージ・シアーズだが、それも単なるワークネームに過ぎる。奴のコードネームはソリダス・スネーク。ソリッド、リキッドに次ぐ3人目のスネーク。恐るべき子供たち計画の生き残り。固体でも液体でもない金星の取れた傑作。だからこそ愛国者たちは奴を選んだのだろう、大統領としての。だが4年前奴は独断であの事件を起こし、彼らの不評を買った。4年前、シャドウモセス事件。そうだ。当時ダーパの局長ドナルド・アンダーソンをはじめとする一部勢力がメタルギア・レックスと新型核弾頭の開発を進めていた。
だがそれは愛国者たちの意に沿わぬものだったのだ。そこでソリダスは独自の判断で腹心のオセロットを使いリキッドスネークをけしかけ、あの事件を起こさせた。奴はレックスと新型核弾頭のデータを手に入れることに成功した。しかしそれによってレックスとゲノム兵の存在が明るみに出てしまうという結果も招いてしまった。それが愛国者たちを怒らせたのだ。そしてソリダスは大統領の座を追われた。辞任ではなかったのですか？公にはな。そしてその後任のポーンに選ばれたのが私というわけだ。あなたの選挙戦は面白いショーだっただろう。大衆を満足させるためのイベントも多く盛り込んであった。民主党も共和党も愛国者たちの意図に沿って踊っただけだ。全て彼らの筋書き通り。しかし予定外の出来事もあった。ソリダスは辞任後病死するはずだった。暗殺か？そうだ。だが奴はオセロットの手を借り地下に潜伏した。そして愛国者たちの追撃をかわしながらデッドセルを手なずけ、ゴルルコビッチ大佐の部隊を懐柔し時を待った。時？愛国者たちと対等に渡り合う機会、新型メタルギアの完成だ。愛国者たちが全勢力を傾けている最重要プロジェクトを奪えば彼らの急所を抑えることができる。それが彼らに対抗できる唯一の手段だった。あれが手に入り次第奴は戦争を始めるだろう。そうなる前に奴を止めねばならん。メタルギアはもう起動してしまった。いやまだだ。君が見たのはメタルギアレイ。2年前にオセロットが海兵隊から奪ったものだ。新型メタルギアではない。では新型メタルギアとは？ここだ。このビッグシェル全体が新型メタルギアなのだ。なんだって？君が見てきた上部構造は偽装だ。海洋除染施設の体裁を整えるためのな。本体は基底部から海底に建造されている。連絡エレベーターはシェル1中央棟の B2 だ。アーセナルギア、それが新型メタルギアのコードネーム。アーセナル。そうだ。核弾頭を含む数千以上のミサイル兵器を搭載し、量産型メタルギアレイの群れに護衛される鉄壁の要塞。量産型ですって？もともとメタルギアレイは海兵隊が世界中に拡散したメタルギアの亜種に対抗するために計画したものだ。だが愛国者たちはそれをアーセナル護衛用に再設計したのだ。対メタルギア兵器をメタルギア護衛用に？皮肉なもんだろう。だがそれだけではない。アーセナルギアは戦術ネットを通じて核兵器を含む合衆国4軍の全兵力を掌握することができる。まさにこの国の中枢となるべくして作られた存在なのだ。そんな馬鹿げた兵器を一体？兵器？それは違う。アーセナルギアは単なる軍事力などではない。世界を保全するための手段、新しい支配の確立、愛国者たちがこの国の真実であり続けるための要なのだ。彼らは今支配を脅かされ焦っている。何からです？デジタルによる真実の反乱、世界の窒息といったところかな。それを逆にデジタルによってつなぎ止めるためのメソッド、それを具現化するためのシステムがアーセナルに搭載されている。それこそがアーセナルの本質なのだ。本質？ GW、 それはそう呼ばれている。愛国者たちの切り札 GW とアーセナルギアの完成は、すなわち愛国者たちによる新しい支配の完成を意味する。それを奪えば彼らと対等な立場に立てるはずだった。対等な取引もな。取引？だが奴は。そう、ソリダスは取引ではなく逃走を望んだ。奴がやろうとしているウォール街上空への核攻撃も彼らの支配を断ち切り解放区を形成するためだ。奴はそれをアウターヘブンと呼んでいた。アウターヘブン？もう時間がない。アーセナルギア起動の鍵はブラックケースが兼ねていたが、私が入力してしまった。じきに GW は外部と接続を開始し、アーセナルギアの機関部も始動する。そうなる前に奴を止めろ。それが君の役割だ。役割？
動き出したあれを止められるのはエマ・エメリッヒしかいない。彼女を探せ。エマ・エメリッヒ。アーセナルギアのシステムプログラマだ。この中央棟の B1 で監禁されているはず。この下は浸水しているのでは。いや、彼女はまだ生かされている。残っているプログラマは彼女だけだ。オセロットが言っていた。 B1 の北西にあるロッカールームだ。急げ、通信を解くぞ。カード読んだ。これで奥まで進める。エマはその先だ。これを彼女に渡せ。何です？ GW とアーセナルギアの制御機能を破壊するものだ。エマを連れてシェルワン中央棟 B2 の電算室へ向かえ。彼女ならそこからこれを機関システムに侵入させることができる。コンピューターウイルス。そうだ、特定の遺伝子を持った者だけを死に至らしめるウイルス兵器、フォックス大をモデルにしている。どうしてあなたがこんなものを？愛国者たちが保険用に作っていたものだ。オセロットも私の体は改めなかった。早く行け。それを使う以外にアーセナルを止める方法はない。さて、君に与えるべき情報は全て話した。あと一つなすべきことをなせば、それで私の役割は終わりだ。私を殺す。何をするんです？時間がない。バイタル ID の最終チェックがもうすぐ始まる。今のうちだ。私が死ねば少なくとも架橋者は不可能になる。やめろ。さあ引け。それが君の役割だろう。巻くんだ。おい、喋りすぎだ大統領。いや、今やお前が撃ったんか。大統領、なぜだ、なぜ大統領。手元が狂ったとでも言っておこう。また会おう、運び屋。オーナー、これでいい。これで自由意志が存在しないならば、服従と反逆の間に違いはない。私にできるのは自分の役割を終わらせることだけだ。お、自由に、楽にさせてくれ。何を？エマを探せ。アーセナルを止めろ。大統領としての最後の命令だ。頼んだぞ。